まあね、言われましたよね。もう3度目くらいかな、持ってきてるのかな。千崎と言います。今日はね、言いましたように1週間早いクリスマスということで、まあ、クリスマスのことをね、ちょっとやりながら、皆さんが知ってるようなことね、言いたいと思います。それと、まあ今年最後ということですんで、まあいつもはこう古い歌ばっかり中心に歌ってますけど、今日はここに皆さんをお世話していらっしゃるんですね、スタッフの方もにも分かるようなちょっとね、若い歌も歌うかもしれませんけれどもね、それもね、皆さんと一緒に楽しめたらいいと思います。それではまず、クリスマスということで、しかしこの夜ぐらいね、行ってみますんで、知ってらっしゃったらもう適当に歌ってもらってね、大丈夫ですので、はい。テレビ CM とかなんとか流れてたんですね。最近はね、またいろんなクリスマスソングができましたんで、これは、JR 東日本がね、宣伝をしまして、牧瀬里穂さんね、佐賀出身ですけど、福岡出身って言ってらっしゃる方がいらっしゃいますけど、その方がね、出てからで歌は、ね、山下達郎さんという方がね、クリスマスイブということで、ちょっとね、聞かれたら、あ、聞いたことあるなというまあね、クリスマスの定番ソングでございますので、ちょっとやってみます。
今年はね、すごくね、あったかい時期がずっと続きましてですね、最近ちょっとね、寒くなりましたけどね、ね、雪はね、降るんだろうかとかね、でもね、急にね、なんかね、全国的にはね、降ってからどか雪が降ったりとかね、大変みたいですよ。それではね、ちょっとまたイメージを変えまして、大体私の声はね、キンキン声でね、渋い声は出せないんですけど、最近ね、そういう歌も歌おうということで、石原裕次郎さんね、夜霧よ今夜もありがとうね、ということで、これは絶対どう見ても皆さんの方がお上手だということですけどね、行きたいと思いますんで、ね、声が合わないのはね、ご勘弁ということで、ではではでは、やりません。忍び合う恋を包むよぎりよ、ほら知っているのか二人の中、晴れて会えるその隠しておくれ、よぎりよぎり、僕らはいつもそっと言うのさ、よぎりよ今夜もありがとう。夜更けの街にうるむよぎりよ、知っているのか別れの辛さ、いつか二人で掴む幸せ祈っておくれ、よぎりよぎり、僕らはいつもそっと言うのさ、よぎりよ今夜もありがとう。ギターがめちゃくちゃでしたね。ではですね、これまたね、皆さんの方が、お上手だと思いますけど、美空ひばりさんでね、川の流れのようにということでね、いきたいと思いますので、これはね、皆さん知ってらっしゃったら、ね、一緒にまたやってくださいませ。知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠く降る
したということで、いっぱいテレビに出てね、あまりの姿の変わったのにびっくりしましたけれども、でも歌はすごくお上手だということをお聞きしてます。で、今日歌うのは、その中でもタイガースの花の首飾りという歌で、実はこれは、ジュリーじゃなくて、トップ高橋克実さんがね、歌ったという歌でございますのでね、じゃあその辺で、花の首飾りでもね、行ってみましょうかね。よいしょ。ですね、タイガース。花咲く娘たちは花咲く
番組の司会にいらっしゃいますけど、この方がね歌った、街の明かりね、結構ね、テレビの番組の方で歌ったということですけども、じゃあね、グループさんの続きで、坂井正明さんでね、街の明かりいきたいと思います。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっとできるならば今はそれでいいさ、い
月で曇る窓に書いた君の名前指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った街の明かりちらちらあれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い甘い涙誘いながらそしてまた街の明かりちらちらあれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よえ、街の明かりでしたね、はい、この間歌った時ね、街の明かりを街の日、街の日で何度間違えたというね次はね、ちょっとまたね、新しめの歌、新しめの歌というかね、まあ、ね、今年もあと残り少なくね、なってまいりました、あと2週間ですね先ほどね、紹介いただきましたように、うちは、音楽酒場ということで、まあ、要はカラオケ屋さんをやってますね。で、年間を通じてうちの店で一番歌われているであろう歌ね、そういうことは老若男女、ね、お年寄りから若い人、ね、男性、女性、限らずね、皆さんの歌われる、これは中島みゆきさんの意図、ね聞かれたことはあるかなと思いますけどね、では、私のね、しょうもない声の、意図をね、知ってらっしゃったらね、歌ってくださいますね。温めるかもしれない
で食卓を囲んでね、テレビでもつけるとね、必ずまあ流れていたであろう、ね、長寿番組でございます。ではサザエさんでね、行きたいと思いますんでね。ではでは皆さんも知ってらっしゃったと思いますね。はい。お魚くわえた野良猫私はなかなかね、演歌向きの声ではありませんが、ここでねちょっとね、演歌でも一曲ね唸ろうかなと思っておりますんで、多分ねこれはねお父さんたちの方がうまいかなと思いますけど、では、鳥羽一郎さんで兄弟船でも言ってみましょうかね。知ってらっしゃったらね、歌ってくださいね。
う兄弟頼め力合わせて網を巻き上げたった一人の大フォークソング、ねブームでして、といってもね、これはね、もう、なんか 僕は45年前、ね、45年だから、いくらなんでもね、いくらもう皆さんでもね、聞いたことはあるとね、多分ね、子供は聞けたからということで、街に流れておりました、ガロでね、学生街の喫茶店という。ねあります、はい、実はねこのガロを、歌っている大野真澄さんという方がね、来年の2月21日に、ね、なんか明日があるさでライブをやってくれるというねいうことで宣伝があるからねああちょっとね、久しぶりなんで、ね、僕も練習しますけどねなかなかうまくいきませんけどではでは、学生街の人ね聞いたことあると思います。君とよくこの店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。学生で賑やかなこの店よ、たった隅で聞いていた僕だ。あの時のI'm not afraid of the dark.
で知らないかもしれませんけど、昔坂原直美さんってね、世界は二人のためにかな、ね、陸軍大臣が歌われましたけど、この方は、ね、一人旅というね、の歌われた歌でございますけれども、でそれを、実は美空ひばりさんが歌ったという歌があるこれね、一人旅というと美空ひばりさんが歌ったという歌がありますので、それを、ね、一人旅、本当は坂原直美さんですけども、美空ひばりさん編でいきたいと思いますので、ねちょっと聞いたことはないかもしれませんけどね、途中で知ってる歌がちょこっと入ります、はい、ではではでは、旅する寂しさを
一番いいところで声がガラガラになっちゃうんで、ちょっとお茶をもらいます。すいませんね、順番がちょっと。では、あと2曲ぐらいでね、せっかくね、今はね、リンゴ湯明けがね、ちょっと入って、歌に入ったんで、これを、美空ひばりさんがね、歌ったということでございます。じゃあね、せっかくリンゴ湯明けが出たんで、リンゴの歌でもね、いきたいなと思いますんで、皆さんも知ってらっしゃったらね、並木道子さんね、でいきたいなと思います。もう皆さんね、知ってらっしゃったら、歌ってくださいませ。知られないようにね。はい。では言います。ワンツー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 。幸せは歩いてこない、ただ歩いていくんだね。一日一本ワンツーパン。
ありがとうございました。45分間ずっと一人で歌い続けて皆さんのご視聴を大きな拍手して、もう45分間も聞いていただきました。ありがとうございます。はい、それ